から焼けましたよ、大体。これ鶏肉の焼き加減ってね、むずいんですよね。うん、あ、うまっ。うん、カリカリのカリ。あれ、アルコールストーブ効いちゃった。もうなくなったの、アルコール。そうでしょう。早すぎんそれ。あれ、こんな早くなくなれたっけ、アルコールって。うまい。さあ、厨房は忙しいよ。これをやってる間に次の食材を準備するのがミジュラン三つ星のシェフです。この鶏のうまみをいっぱい吸わせてですね。わあ、ちっちゃいからね、鉄板が。職人の技が、うるさいって、うん、うるさいっすよね。俺まだ酔っ払ってないんですよ。今日は日本酒を飲むんでぶっ壊れる予定なんですけどね、最終日なんで。さあ、どんどんこう、うん、うわ、アスパラうまっ。でもほんと、なんかそろそろね、秋の気配ですよね。こういう標高800メートルみたいなとこはもうほんと秋の気配ですよ。まだ街中はね、暑いでしょうけどね。やっぱ川のそばじゃないんで虫がほんと少ないしね、全然いない。おいおい、うせやろやばいって。雨はいかんって。うわー、バリ雨降ってきたよ。うせやろやめて、マジで。うわー、お願い、やめて。なんかまた新しい、合計7人目のソロキャンパーさんと出会いましたね。力蔵さんもファミリーキャンプずっとやってて、やっぱ子供さんが大きくなってソロキャンプやってるって言ってましたね。そういう人が多いですよね、やっぱ。うん、子供がやっぱ中学生だったらもう行けないですもんね、キャンプ。家に一人置いてくるわけもいかないし。いや、また新しい出会いがあって嬉しかったな。うん、もう一回キャンプやったらですね、次やったらもう仲良しだからですね。うわー、この雨やめて、ほんと。ちょっと、ガバイさんからもらったソーセージ。これ結構高いやつじゃないのかな。いいやつっすよね。昨日食わなかったんだ。これもらったんすよ、帰り際に。めっちゃいい人なんですよね。よいしょ。これちょっとミゾくんと、分け分けして、ありがたくいただきます。いいね。この鉄板のために作られたソーセージじゃないの、これ。ほんと熊ごろもびっちょびちょになってから。いや、とりあえずちょっと雨は止みましたね、よかったおお、いいじゃない。とりあえずソロドーム、ほんと雨だけはダメっすもんね。めっちゃ弱い。前室もないし、ほとんどキャノピーも軽い感じなんでダメですもんね。あー、これ焚き火復活できるかな。頑張れ。よいしょ。雨に負けるな。あー、これうまそう。うわ、また雨降ってきた
もういいって、ほんと。でも楽しかったですね、4泊5日。まあ、みぞくんが4泊5日、4日間や、5日間休みやったのかな。なんで僕合わせて一緒に来たんですけど、またやりたいですね。なんか1週間、キャンプ場生活やるとかなんとか言ってましたけど、もしやるんなら僕も一緒にやりたいな。よいしょ、厨房もちょっと落ち着いてきたんで。あ、これめちゃくちゃ切れるようになった。いや、俺のオピネル世界一切れないって思ったんやけど、あ、めっちゃ切れるようになった。これ溝くんさん、ガバイさんからもらったソーセージいらん？もらって。おまじ、これ新しいアイテム、あのキャンプアイテムをさ導入したんよ。この間ほら細いので戦ったけど、しばき棒っていうさ子供たちとの思い出が詰まったカラバットをさ、子供のカラバット。いや、この間だって戦ったのこれよ。そら当たらんやろと思って、このしばき棒を今度からキャンプニューアイテムにして、そう、子供とこれでよく公園でね野球してたんですよね。さあ食べよっか。そのまま食ってもうまいのかな。あ、うまっ。まあいい感じの塩加減。うわ、雨が。もうお願いやめて。あ、美味しい。ソーセージうまいし。うん、もうお皿もびっちゃびちゃっすよこれ。あのびっちゃびちゃやね、クマちゃんね。うん、どうしようかな。まだ焼きたいんですけどね。もういって雨お願い。何これ、本当もうやめようや。あー、これはいかん。なんかやばそうな気がする。さあ今回のですね、最後のこの旅の最後は日本酒を飲むって大体なんか決まってるんですけど、僕の中でこの道の駅でこれを発見したんですよ。阿蘇蓬莱っていうみたいなんですけど、清酒醸泉って書いてあるんですけど、いただきたいと思いますよ。わお、あー辛口。おお、あ、うまみがこうふわーって感じですかね。あぶね、うまい。いやー、しかしなんかこんなこうキャンプチャンネルで言うような話でもないんですけど、なんかおかしいなと思うようなことってあるじゃないですか。僕はですね、あの転勤族だったんですよ、家が。うちの親父の仕事の関係でですね。で、え？幼稚園でしょ？小学校、中学校、高校はないんですけど、めちゃめちゃ転勤があったんですよ。あの、ちっちゃい頃ですね。そう。で、なんかおかしいなって思うことなんですけど、あれなんですか、企業とか、まあ、銀行とか公的機関とかですね、なんかこう平気で人を転勤させるじゃないですか。はい、あなた、ね、来月からどこどこに行ってくださいみたいな事例出して、まあ銀行とか事例なのか分かんないですけど、その公的機関、公務員さんもそうなんですけど、あれどうなんだろうなって俺結構前から思ってるんですよ。そのどうしてもその人がいないとなんかいけない仕事とかだったら転勤もやむを得ないと思うんですけど、単身赴任とか、あと何ですっけ、まあ家族全員で引っ越すっていう、まあいろいろパターンあると思うんですけど、ちなみにうちはですね、まあ母親の方針で家族全員で引っ越すっていう家だったんですよ。だから、あの、
学校から帰ってきたら、団地に住んでたんですけどね、いきなり母ちゃんが絨毯丸めてるんですよ。それ見た瞬間はまた引っ越しかみたいな感じで、もう次どこみたいな感じだったんですよ。で、まあ小学校の頃とかはやっぱね、せっかくできた友達と、まあいつものように、ね、仲良くなった友達と一緒に学校に行ったり帰ったりするわけじゃないですか。一緒に自分の友達と。でも、もうその友達とはもう二度と会えないですよ。子供の間は。なんかない限り。まあそれもしょうがないんですけど、だから今まで5、6人で一緒に学校から帰ってたのに、ある日突然引っ越しした途端に、一人で、まあ登下校するようになるんですよ。まあそういうもんだと思うんですけど、ちっちゃい頃はもうそれが悲しくてですね、もう本当に転勤って嫌だなって思ってたんですよ。だから僕は絶対引っ越しがない仕事をしようってそれだけは思ってたんですけど、あれおかしいなって今なんかこう大きくなって思うんですよね。子供からしてみたら、なんかある日突然リセットボタンバーンって押されて、ゼロの世界からまたスタートみたいな、そういう感じなんですよ。やっぱ寂しいんですよね。今まで仲良かった友人と会えなくなって、またゼロの世界、黒板を背中に向けて自己紹介して、名前を黒板に書かれて、なんか先生が横にいて、はい自己紹介してくださいみたいな感じだったんで、もう最後の方は慣れて自己紹介してましたけど、まあそこでちょっと軽くいじられたりとかしてですね、まあ寂しいやら悲しいやら、まあそんな少年時代を送ったりしてたんですよ。ただそのどうしても引っ越さないといけない状況ってそんなにないと思うんですよ。転勤に関してはやっぱり単身赴任するのが一番の正解だと僕は思うんですよね。やってきて分かるんですけど、子供とかにやっぱり害が少ない、お父さんが行った方がやっぱいいとは俺は思うんですけど、ただお父さんも家に帰って子供の顔が見れないとか、奥さんと会えないとかって辛いじゃないですか。真っ暗闇の 家に帰、ね、真っ暗な家に帰って仕事が終わって、もうそれだけでもなんか寂しいじゃないですか。ちょっと子供の顔見れたら癒されたりするのに、それができないって。で、子供にとっても家にお父さんがいないっていうのは何らかしらやっぱストレスあると思うんですよ。パパと話したいとかあると思うんですよね。まあ、そういうのあるのに、なんか事例とか言ってなんか人の家族をバラバラにするってもうちょっとおかしいんじゃないのって言ってちょっと思うんですよね。当たり前のようになんか事例出してなんか転勤させてますけど、だからなんつったらいいのかな、こう引っ越しとか事例とかなんかそういう転勤とかにもっとこう労働者って声を上げた方がいいと思うんですよね。食費だって2倍ぐらいかかるじゃないですか。お父さんお父さんでコンビニ弁当とか、まあ食費がかかるわけでしょ、夜ご飯とか。まあ家賃の補助とかは会社からあるかもしれないですけど、めちゃくちゃおかしいと思うんですよね。何の権利があってこう人の家族をバラバラにできるのかっていうですね。なんでそれでもどうしても引っ越しさせるなら、なんか給料2倍払えって思ったりするんですよね。こんなこと言ったらまたね、お前キャンプチャンネルなのに何言ってんだって言われるかもしんないけど、お父さんは家族、まあ、単身赴任の場合はお父さんはもう家族にね、何ヶ月に1回とかしか会えないとか、子供も学校から帰ってきてお父さんがいないっていう生活になるわけじゃないですか。で、家族全員でもしついていたとしたら、子供は友達ゼロの状態からまたやり直しなんですよ。なんか喜んで行かせていただきますって言わないといけないとかいう会社があるって
聞いたことあるんですけど、おかしな話やなと思うんですよ。うん、なんか労働者の権利とかいろいろ今ね、なんか言われてますけど、まあいつものようにね、僕も日本酒を飲んで酔っ払ってわけわかんないこと言ってるんですけど、まだ記憶はありますよ。いや、どう思います？なんか転勤っておかしくないですか？なんか、なんで、はぁみたいな。何の権利があって人の家族バラバラにしてんのって、まあ僕は思うんですよね。ほら、またわけわかんないこと言ったから、雨が、しばきの雨が降ってきましたけど、やばいやん、この雨。うわ、こんな降る予報やったん？そう、だから、ねえ、なんか、なくなってほしいですよね。転勤って。おいおいおい、本振りやないか。いや、もうわけわかんない話したんで、もう、天罰の雨が降ってますけどね。うわぁ、今日は煙幕を張らんといかないかな。今回最大クラスの雨ですね、これ。嘘でしょ。いや、だから、まあ、まとめると、転勤させんなって言いたいんですよ。簡単に。家族は離れ離れにするんじゃねえって言いたいんですよ。いやー、とんでもない雨になっちゃいましたね。やべえっしょ、これ。水たまりになっちゃいましたよ、下が。やばいっすね。水たまりがもうめちゃめちゃにできちゃいましたね。とんでもない雨になっちゃいましたね。みぞくん大丈夫かな？うわぁ、煙幕張るべきやった。一応ソロドームなんですけど、右側もうどうしようもなくて、ちょっとカメラも濡れてるんで、もうちょっと変な絵で申し訳ないですけど、左側はですね、クロノスドームの、グランドシートを、幸い風がないんで、これならなんとかなると思って、左側はですね、ちょっと、クロノスドームのグランドシートを被せました、左側に。これ僕の足です。すごいっすね。これ見てくださいよ、これ。これ僕の靴ね。こっちはですね、モンベルのスティラリッチのグランドシートを被せてるんですけど、右側はもう一応オープン状態ですね。みぞくん大丈夫かな？まあ、煙幕張ってるんで多分彼は大丈夫だと思うんですけどね。だからなるべく転勤とか簡単にさせずに、家族がバラバラにならないようにしてもらえませんかって思ったりするんですよね。いい夏の思い出ができました。いやー、そう、今ですね、インスタライブっていうのをちょっとやらせていただいてましてですね、最近ちょっと調子に乗っておっさんのくせにインスタライブっていうのをやってるんですけど、とんでもない雨が降り上がってですね、今日はですね、企業の転勤についてちょっと語ってたんですよ。ふざけんなと。家族をバラバラにしやがってね、何の権利があって人の家族をね、その出張、単身赴任とか、なんか転勤とかでバラバラにしてくれてんのみたいな話をしてたら、超絶土砂降りが来たんですよ。今もまだ軽いですけど、さっきはもう、とんでもない雨で、もう全部ここ、水浸しになっちゃってるんですよね。熊本県の玉名市にやってきました。やっぱり川辺でしょ。ってやったら多分柔らかいね。おお、柔らかい柔らかい。わ、私の墓の前で。番号札3番でお待ちのお客様。で、あなたは私をバカにしてるの？昨日インスタライブ初めてやってみたんですよ。これ320円とかの話だ。最高。ネットにあるんですね、熊五郎。ホラー現象ですよね、これね。
すごい、何この眺め。え、みぞチャンネルのみぞさん、もっと上げてくれと。最高のキャンプの乾杯、芝希望っていうですね。ほら、いやー、とんでもない雨になっちゃいましたね。やべえっしょこれ、水たまりになっちゃいましたよ下が。